はい、どうも、ギタープラネットハイエンドフラーの松本です。急になんやねんこの動画と思われる方もいるかもしれませんが、今日はですね、あるギターが入荷いたしましたので、開けていきたいと思いますと言いたいところだったんですけれども、もう開けてケースも閉まれちゃったもんですから、ケースの代わりにですね、今回はこのような趣向でやってみたいと思います。それでは、はい、アディクトーンカスタムギターズアリーナが入荷いたしました。こちらはボニーピンクのカラーでございますね。非常にかっこいい一本ですね。初めてのボニーピンクというカラーで、まあ、PRS なんかでね、よくある鮮やかなピンクのカラーですけれども、こちらの方が入荷いたしました。いや、かっこいいですね。それでは、細かいスペックの方を見ていきましょう。はい、それでは順番にスペック見ていきたいと思います。アディクトンカスタムギターズアリーナでございます。こちらはボディがですね、このように。はい、こちらバック材がホンジュラスマホガニーになっております。はい、トップは美しいキルトメープルトップで、ボニーピンクというですね、新しいカスタムカラーを採用しております。はい、ネックはですね、指板がこちらバーズアイメープルで、はい、ネック材も裏もこのように、うわーかっこいいですね。はい、バーズアイメープルが採用されております。はい、そしてヘッドはマッチングヘッドでございまして、ペグには後藤さんのマグナムロックトラットがついてありますね。はい、ピックアップは、こちらがベアナックルさんの特注のアルニコ4を使用した、やや低出力ながら抜けのいいクリアな専用ピックアップになっております。はい、コントロールは、ワンボリューム、ワントーン、スリーウェイで、トーンがこちらですね。こちらが、コイルタップスイッチになっておりますので、幅広いサウンドメイクが可能になっていると思います。はい、いかがでしょうか。非常に木目も良くてですね、指板の方もギラギラとバーズアイが輝く一本になっております。いや、かっこいい。かっこいいです。はい。あえてですね、こちら、はい。指板のトップ面は、はい。こちらですね。はい。グロス仕上げにしておりますので、よりゴージャスな仕上がりになっているんではないかと思います。はい。いや、かっこいいです。かっこいいですね。本日から店頭展示は開始いたしますが、ネットに載るのはちょっと先だと思います。結構オプションもりもりでやや高いですが、その分かっこいい、音も良い、そんな一本に仕上がってると思います。気になる方はですね、お問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。